早く起きた朝は、は、2005年4月3日から、フジテレビ系列で毎週日曜日6時30分7時に放送されている、トークバラエティ番組である。一部地域にも系列局を中心にネットされている。ステレオ放送、解説放送、文字多重放送を実施している。本項目では前進である、遅く起きた朝は、遅く起きた昼は、 のに番組についても合わせて記述する。1994年4月に、遅朝としてスタートし、その後2度の放送枠移動と、それに伴う開題を経て、現在に至る。2005年の2度目の枠移動からは、番組開始時からの資生堂に加え、東京ガス等が、スポンサーに加わり、ガスを使うクッキングコーナーが登場している。 2019年5月に25周年を迎えた長寿番組で2014年6月8日放送分にて通算1000回を記録した。松井と森夫と磯野の3人が視聴者から寄せられた不平、不満、愚痴などのはがきをおしゃべりを交えながら紹介するのが主な内容で遅昼からは料理を披露するコーナーも時々行われている。番組初期には 伊崎周五郎がオブザーバー的に出演していたが、放送開始から1年後には男性ゲスト1名を呼ぶ形式に変更。その後現在の女性レギュラー人3名による形式が定着し、これにより女性が主役のトーク番組という色合いが強まった。現在は前述のトークを中心に、ナオミの早起き、クッキング、ユミのアメリカ生活プチ情報、 霧のお耳拝借などのコーナーが放送されている。BGM として番組中様々な音楽が流れており、当初は松井が横にあるラジカセで曲を変える仕草をしていた。また磯野がセンターで番組を進行しているが、これはチャイルズ時代の磯野のポジションを参考にして配置された。また、 松井曰く磯野がセンターでないと飲み屋などで荒れ始めるという。2012年7月22日は FNS27 時間テレビ26笑っていいとも。真夏の超団結特大号。徹夜で頑張っちゃってもいいかな。ないで、早朝5時30分頃から本番組の特別編、ずっと起きていた朝は、がマ放送され、コーナー終盤では27時間テレビの 総合司会であるタモリが飛び入り出演した。関東地区では2014年7月12日に本番組の特別版、早く起きた朝は SP 早朝女子 VS 男子がチャンネルシグマ枠にて放送され、番組初期にレギュラーだった伊崎と佐々木健介をゲストに迎えトークを展開した。そして2年半月後の2016年7月30日には2回目の SP 早く起きた朝は昼 SP をドチャレで放送した。2012年4月から9月まで CS 放送のフジテレビ1で1996年の放送分が数回分再放送された。その際には提供読みの部分はカットした上でこの番組は以前に地上波のフジテレビで放送されたものです。古い映像のため画面が乱れるところがありますので ご了承くださいと注意書きのテロップを冒頭に、エンディング前の毎週恒例の不平、不満、愚痴のはがき募集場面は、カットせずにそのまま、現在は募集しておりませんと表示して放送した。また、2018年春改編以降、フジテレビ制作番組における、川田町本社や時代から続いている、レギュラーバラエティ番組では、最後の番組となっている。 2021年11月現在、フジテレビ系列局のミ文字多重放送を実施。松井、森尾がそれぞれ産休中の際には、まとめ取りがされていた。松井、キリコがそれぞれ休養に入った後の休養前に、収録したものの放送中は、オープニングであらかじめ、この番組は月日に収録したものですと、テロップを表示して放送する。 1999年に歌手デビュー。これまでに2枚のシングルをリリースしている。ユニット名は3人の名前の頭文字を取ったもの。現在は活動停止中である。ポニーキャニオンより2004年3月3日にリリース。過去10年の放送部により名場面を抜粋して収録している。2000年より毎年2月に東京。 池袋三社ン,ン劇場にて上演された本番組の舞台版。一幕はコメディ二幕は歌謡ショーの構成である。舞台公演のダイジェスト版は後日テレビでも放送される。かつては名古屋、福岡でも上演されていた。連年での公演は劇場版にもなった2011年が最後となっているが、2014年9月には番組20周年と、 放送1000回を記念し、早く起きた朝は、オンステージ2014が、東京、足立のシアター1 0 1でて上演された。早く起きた朝は、オンステージ2006、遅く起きた昼は、オンステージ2005、遅く起きた昼は、オンステージ2004、遅く起きた朝は、オンステージ2003、遅く起きた朝は、オンステージ2002、遅く起きた朝は、 2011年6月18日に上映。本番組初の映画化作品であり、舞台版、早く起きた朝は、オンステージが15回目の節目を迎えた記念作でもある。舞台版の上演が東京のみとなったことから、遠方のファンより、地元でも舞台を開催してほしいという声が上がっており、これも同作品が制作された理由の一つとなっている。 内容は2011年舞台公演をメインに過去の名場面なども交えて構成、劇場版でも三宅自ら監督としてメガホンを取っている。制作には森尾由美の所属事務所で映画に関するノウハウを持つスターダストプロモーションが携わっており、同社の細野社長がエグゼクティブプロデューサーを務め、関連会社の SDP が配給を担当している。 スタッフ初代のセットでは、会を重ねるごとに、司会3人の背景に置いてある、小道具が増えている。2代目までは、ナオミの右隣に、ラジカセが置いてあった。前述の通り、不定期に行われる料理コーナーが設けられたのに、伴い、3代目からは、司会3人の後ろに調理が行えるキッチンのセットも、追加された。このような早朝番組で、 クロスプログラムが挿入されるケースは非常に珍しい。2019年4月7日から同時ネットで再開。それまでは同時ネット遅れネット不定期放送だった。2011年3月までは不定期放送。2011年4月から2020年10月4日までは同時ネット。 2020年10月25日から2020年12月27日までは、同時間帯に、鬼滅の刃が放送されるのに伴い、現行時間での遅れネットに移行し、後に、日曜5時30分6時に放送されるも、2021年1月10日から、再度、現在の時刻となり同時ネットに復帰。放送開始当時は、富士テレビと同時ネット。その後ミネットの時期があり、 2017年10月1日より、同時ネットで再開し後に打ち切りとなっていたが、2021年1月10日から、遅れネットで再開され、日曜5時30分の時に放送。2021年10月10日より、同時ネットに復帰。2016年4月2日から9月24日は、土曜10時30分11時で放送されていたが、一旦打ち切り。 2017年4月4日から9月26日は毎週火曜16時20分16時50分で放送されるも再度打ち切り2019年10月5日より現在の時間で2度目の再開2011年3月5日で一旦打ち切られたが2021年4月1日より再びオクレネットで再開され現在の時刻で放送されている 2015年3月までは、同時ネット。2020年3月まで、土曜5時5時30分。2019年9月までは8時8時30分、までだったが10月から30分繰り上げられた。2016年3月までは、土曜10時10時30分に遅れネットされていたが、ライオンのグータッチ開始に伴い同時ネットへ移行し、2019年4月から、 再度、遅れネットに移行編成により、不定期放送、または、非放送となる時期がある。2019年4月13日から遅れネットで、再開した後、再度の打ち切りを得て、現在の時間で放送。2015年3月までは、毎週土曜10時55分11時25分に、放送されていた。その後、同年4月に一旦打ち切り、 現在の時間で放送。早く起きた朝は SDP スターダストピクチャーズ。2018年6月19日閲覧。以前はプロデューサー。2009年10月4日から2010年11月の死去まではスーパーバイザー。以前は企画制作だった。2009年10月4日から2012年。遅く起きた朝はに関するカテゴリー。 遅く起きた昼は、に関するカテゴリー。ありがとうございます。